はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャルやっていきたいと思います。今回も青道高校サクセスチャレンジ第3回目ですね。ちょっと3回連続で続いちゃって申し訳ないんですけれども、ダイヤのエース R ガチャを引いたらですね、まあ、チケットなんですけれども、なんと SR のミユキカズヤを引き当てたので、まあちょっとね、ミユキカズヤを入れてフレンドにライチを入れると特攻ボーナスが 46% になるので、カルロスの方もね、レベルを35まで上げて、まあ取れるだけのポイントをちょっと取っていく方向にしました。で、一応6種類ボーナスの 100% で、特攻キャラボーナスで 46% といったところですね。これでやっていきたいと思います。まあ、編成のところはなので、今まで使っていた水鳥がミユキカズヤに変わった形になりますね。で、そうすると、前に後4になりますので、まあ、ちょっとね、後イベはもう招きを入れないと確実に消化ができないので、持っていくアイテムは招き猫で、万能パワードリンクにするかマックスパワードリンクにするかちょっと悩みどころですよね。まあ、経験点を狙うんだったらマックスパワードリンクなんですけれども、まあ、ちょっと今回は収録ということで万能パワードリンクを持っていきます。まあ、それかね、大丈夫のメスとか持っていって体力を回復させるっていうのも一つありかもしれないですね。まあ、やったことはないですけど。ちなみに体力回復でもちょいちょいね、失敗することあるんですよね、やっぱり。まあ所詮大丈夫なんで、能力の方を見ていきましょう。お、いいやつ持ちだ、いいやつ持ち。パワーをまあ37か、限りなく E に近いので、まあこんなもんでしょう。肩がめっちゃ弱いけど、まあいいやつ持ちっていうのはなかなかポイントが高いですね、今回は。ここは筋力でいきますか。ただのとライチを上げていきましょう。監督もいるんで10上がるのか、結構いいね。これって何が上がるんだっけ、ライチって。精神か。お、コツが発生してますね。ムード丸はもう絶対取れないんで、ちょっとここは普通に練習をして何が来るか。まあそうだよね、だいたいこんなもんだよね。何なんだろうなこれ。もうこれは絶対ムード丸潰さないとな。カルロスとクラモツってどっちが足速いの、見てないんだけど。15% か。まあ、こういうのもね、その得点を伸ばしていくっていうのを考えると、普通だったら攻めるべき場面じゃないですけど、まあ、いっか、やってみようか。オーケー。これで、ただのの自己紹介と。よし、やる気、あ。ここでね、つくもが回復してくれるのがでかいっすよね。でもこれだと、そうか、ちょっと残るよな、やっぱり。メンタルをやるか。メンタルレベルもね、なるべく早めに上げたいんですよね。で、あとは、ただのがどれだけ活躍してくれるか。早いな、ライチ。もう絶対ムードは潰す。これでね、またムードが来たらね、たまったもんじゃないからね。もうライチ、どんだけムードいいんだよっていう。まあ、あとは結構、重い特殊能力なんで、どれが来てもいいでしょう。広角打法、広角もな、早めに潰して。最後のコツはね、本当に早く潰しておきたいですよね。3つしかないんで。お、いいねいいね、こういう時に回復できるのはめちゃでかい。またライチがいますね。ライチもね、バック結構ポイントもらえるんで、やっぱりね、ライチは優秀ですよね。そうで、次太平楽が実装される形になったじゃないですか。で、思ったのがね、やっぱ結構ね、まあ、出し惜しみしてるっちゃ出し惜しみしてますよね。ここはちょっとメンタルにただのがいるけどな、どうしようかな。上げておきたいっちゃ上げておきたいけど、体力がなさすぎるんで寝ましょう。北雪をなかなか出してこないですよね。まあ、北雪出すってことは、まあ、せっちゃんを投入するっていう形なんですけれども、
まあ、他にもね、東条もまだ来てないし、小村ちゃんもまだ来てないんで、まあ、ここら辺はね、結構出し惜しみしてるかなっていうのが、ちょっと感じられますね。まあ、優秀キャラをね、あんまり先に出しちゃうと、ここはどうしようかな、ただのだな、後がなかなか続かなくなっちゃうっていうのも、あるとは思うんですけどね、この運営側からすれば。よしよしよし、まあ、キャッチャーをもらってもよかったし、ポイントでもよかったかな。できればね、クリス先輩から、キャッチャーをね、もらいたいんですよね。ここはちょっとやるもんがない。やるもんがなくて、ただのメンタルがいけるから、実質に行くか。この DVD って何がいいんだろう。とりあえずスポーツにしとく。めちゃくちゃ沢村の評価が上がったな。これで、精神はいつでもいけますね。まあ、一回練習して精神に持っていくのがいいかな。ここで回復できるしね。よしよし。多分3週間はいるはずなんで、そうっすね。ちょっとこの間に、うおー、誰もいねえ。誰もいねえ、マジで。人気の強化でも上げとくか。筋力が先に上がったな。これは心で筋得が続いていきますね。お、こういう時にね、体力減ってくれるのはね、いいっすね。これはもうメンタルですね。さて、今のところただのは悪くない。で、クリス先輩にして、キャッチャー、キャッチャー。おー、いいね。今回、みゆきを入れてるんで、みゆきの評価を上げていきましょう。もうゾノの評価とかね、どうでもいいからね。正直。あー、ライチ来てるね。まずは、広角は潰しましょう。パワヒタは取れないと。粘りは潰しておきますか。あとは初級と対エース、どれも重いよな。ちょっとここはこのままでいいかな。お、練習練習、いいね。脅威の守備範囲、これは別に筋トレじゃない方なんですよね。タルドスとはなんか似てるイベントが多くて。お、いいね、只野くん。こんなメンタルがね、レベル上がってくれてればすげえ良かったんだけど。これでサイガーの金得ですね。まあ、この編成であれば後読んでも多分全部ね、消化できると思うんですよね。で、サッカーしようぜはとりあえずね、上にしてます。まあ、体力減らずに結構経験点も手に入るしと。ただのか。キャッチャーがどうだろうな。潰せれば潰したいけど、いけるね。よし、ただのでいきましょう。サイガもまだ溜まってないのか。で、みゆきの普通のイベントですね。まあ、体力減らないっていうのがいいかな。で、サッカーしようぜはね、これは少しか。みゆきちゃんまだ溜まってないんだ。うーん、どうしようかな。ちょっと制動量を除きますか。ライチがいるけどな。どうしよう、ちょっとメンタルにして。やっぱね、メンタルレベルね、5あるとすっげえ回復するんですよね。で、9階の頭脳は真ん中で続いていきます。第1回目は、まあ、9階の頭脳ね、取れれば試合でもだいぶ勝ちやすくなるので、ここはね、コムにお任せでね、いいと思うんですよ。最初は意外にね、ポイントくれるんですよね、無理に打てないよりは。まあ、とりあえずミントをE にしておきますか。で、パワーを上げられない、技術が足らん。
まあ、ここで勝ってくれればポイントも手に入るんで万々歳ですけど、こればっかりはな、運だからな、勝てなかったか。あ、10だね。これね、なんか20もらえるときとかあるんですよね。何なんだろう。ここね、成功してくれないとちょっとやる気が削られるんで、ダメか。成功でね、やる気持ってかれるのがね、かなり厳しいんですよね。多分ね、全然技術が足りないから、何もね、取れないと思うんだよね。取れないね、まあ、とりあえず第一でいいでしょう。ちょっと次あたり聖堂領を覗いてみる。これは体力削られるっけ。体力削られたら寝てもいいよね。まあ、技術40もらえたのかでかいな。ただの、おいるね。いいね。こういう時にただのくんが来てくれるとすげえ助かるんだよな。おお、ちょいちょい持ってくね。あれ、これってやる気下がるっけ。あ、みゆきがいるとこれ起きるんだ。いいね。みゆき何気にすごいね。いやー、これと言ってたな。どうしようかな。少し強行する、それとも寝とく。寝とくか。これはどうしようかな。まあ、ただのが正しいでいいか。こいつらも大変だよな、クリスマスに練習なんて。あ、何にもね。強行しといてもよかったな。カルロスが全然強化足りてないな。これって成功とか失敗あんの？毎回毎回これなんだけど。初詣に行きましょう。あ、ここでね、大吉を出てくれるとめっちゃ助かるんだけど。おお、大吉だ。ただ何にもないな。ここに3人集まってるけど、まあこれかな。お、ただのくん、何にもなかったら覗くか。こっちか、誰だ？ライチ、ミユキ。どうするかな。とりあえず、パワヒを取って、初級を取って、対エースを取れば、これで全部潰せたかな。で、そこからのライチと。うん、OK、OK、OK。お、いいね、いいね。回復、回復。さて、またコツがあるね。メンタルのコツ。メンタルのコツはね、かなり美味しいっすよね。片目が潰せないか。まあ、しょうがないか。技術がだいぶ不足してるな。そこそこか。この能力でそこそこなんだ。これも体力回復してくれるのめっちゃでかいな。一気に満タンまで持ってったな。あ、これ別にみゆきの評価下げてもいいんでしょう。で、そこからの、おーっと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 、来てるね。どうすっかな。53でしょ。53プラス44で、まあ、ただで練習ができると思えば全然いいか。忘れないうちに片目をちょっと潰しといて、
いいね。よし、これで今精神4レベル。そう、ここのね2周がねやる気ポイントなんですよね。まずこれ絶対やる気下がるんでお、やる気上がった、やった。ライチ71か。スカウトもいるけど、ただの、うお、これはちょっと悩むぞ。44の22、いや、こっちだな。スカウトもいるし、スカウトも発動してくれればめちゃくちゃポイントが稼げる。うわー、発動しなかったか。そういえばつくもの金徳が全然進んでないっすね。別に進まなくてもいいんだけど。誰かくれ、ありがとう。なんて可愛い子なんだ。みゆきはね、そんなタッグがね良くないんで、ライチでいきますか。監督の評価まだ足りてなかったんだ。まあもう一回稲実戦があるんで、そこはまあ普通にやっていきましょう。鉄の壁とかね、あんまりクロスプレイになったとこ見たことないんだけど。ここでただのが来てくれればすげえいいんだけど。まあメンタルのつくもか、どうしようかな。流し打ち取ったらもうちょっと無理だな。ハイボールヒッターは取れないな。レーザービームもないからね。失敗するとレーザービームのこっちになるから、まあここは、いや 30% は無理でしょう。ハイボールか。そうか、まだこれか。様子を見ようで2回目が続きますね。さて、このコツはカルロスか。カルロスしかも全然溜まってねえし、これが51か。結構でかいな、こっちでしょやっぱそれなりに人数集まってると結構経験点伸びますよね。特に何もなかったとしても、これ別にね失敗してもね経験点的には変わらないですよね、多分。うわー、どうすっかなこれ万能パワードリンク目的ないか。ちょっと室内練習場でただの練習を取り付けますか。手伝うと、あれ、これでキャッチャーのコツって手に入ったよね確か。別にキャッチャーもう持ってるけど。あ、コツイベントか。まあ、ただ最高のピッチングのためには体力を削られないんで、まあ、そこがマシかな。71% か。これは無理だよ。ここはね、寝よう。万能パワーじゃなくてマックスパワーを持ってくればよかったかな。まあでもなんだかんだで、みゆきのコツはね、今の状況だといけるかな。チャンスとか送球とか、うわ無理だ。あとね、意外性があるんですよね。まあちょっとこっちでいいかな。うまくいけば経験点もくれるし。あれ、つくもと初タッグか。意外性か。意外性だけ取っとけばよかったかな。あと肩骨もあるんですよね、肩骨も。そういえばみゆきって肩骨はね2回来ないといけないっていうのがちょっと厄介っすよね。ここはスカウトもいるし、少し能力上げとく。ミート、いやでもね、足りないんだよね技術が。まあいいか。さあスカウトさん、経験点をくださいな。あ、スカウト評価もねある程度上げておかないと1位になれないですからね、ドラフトで。これも結構痛いんだよね。これ 25% か。ライチ結構美味しいからね。これ使っちゃおう、もう別に。で、筋力からの、
筋力をもらうと。ゾノとかマジ何なのっていう別にゾノってさ、デッキに組めるわけじゃないし。あれ、これなんだ、全然見たことないな。体力の最大値が上がった。そして何にもない、ここは寝よう。チュンチュン、よし、75も上がった、すげえ。お、ここからの、つくもか。つくもはもう潰せるかな。流し打ちのハイボールがあって、レーザービーム直撮りしよう。いらないけど、いらないけど直撮りをすると。いや、みゆきのタッグはほんと経験点がないね。それをつくもで補うと。ライチの2回目とかね、失敗するみたいだけど、失敗したことないんですよね。失敗したらよっぽどってことか。お、それ神谷カルドスか。まあでもそこそこ経験点が手に入るし。もう神谷カルドスはね、コツが本当に潰せない。守備職か、こいつ守備職も持ってたんだ。そういえばメンタルにいないね、人が。すげえ、80入る。絶対これこっちでしょ。お、いいねいいね。これでどこまで回復するか。あ、そうか、先に試合か。まあここは普通に打っていきましょう。9番か。技術がマジ足りてねえな。とりあえずパワー上げとこう。あれ、パワー1取ったんだっけ。まあパワー比があれば弾道は1でいいでしょう。あとは9回の頭脳122も使うんだ。もうこれでいいかな。学校だったらね、この能力でもなんとか持っていけるから。負けてるね。聖堂の先発って誰なの。フリアが投げてんのかな。沢村はね、なんかイップスを克服してないから多分投げてないと思うんですよね。よーし、まあ、とりあえず1本。やっぱりチェンジアップだな。タイミング本当に取りづらい。ほら、ちょっと遅れた、詰まらされたな。変わってるし、あと1本打ちたい。おい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 、めっちゃ点取られてんやん。あー、しまった、フォークか。なぜか勝ったし。まあこんなもんでしょう。まあここで40ポイント手に入るんで。ただのいないね。どうする、 10% 打つか。ん、これはカルロスが来るんだっけ。あ、そうだそうだ。さあここからのいいね。ただのさすがだ、お前は働いてくれるな。体力30だからね。お、ここからさらに回復。ハマった時はでかいよな。で、ただのがいて、精神ポイントは半端ないことになるな。そう、まだね、みゆきを手に入れたばっかりなんで、自分のパワチャリでも9回の頭脳をね持ってるやつがねいないんですよ、その正捕手として。ちょっとね、捕手作りもしないとはいけないんですけど、いけないんですけど。こいつは全部潰したっけ。流し打ち潰して、
ハイボールも潰れて、レーザービームも潰れてますね。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、つくもでいきましょう。技術も足らんし。ただの。ちなみにね、これはね、全然成功したことないですね。毎回1しかくれないっていう。あれ、これはなんだ。うん、まあ、体力さえ減らなければ何でもいいよ。これはね、無理だな。寝ますか。ただの見る？ただのはいない。もう一回くらいな。ただの来てほしいな。こっちで。すげえよな。ほんとライチすごいよね。70の82か。82だよ。絶対こっちでしょ。これでさらに筋力が強化されて、サイガ、つくもだったこっちだな。ただの頼む、来い。そう、ここでライチが出てきてくれるのも結構美味しいと。うん、いないね。いないけど、まあ競合して怪我してもしょうがないからな。どうしようかな。メンタルね、やっぱ普通だと21しか手に入んないのか。まあ、おとなしく寝とくか。そういえば能力を上げてなかった。まあ一応打つことに全力を尽くすんで。ここら辺のイベントがね、ちょっと長いんですよね。さて、サクッといきましょう。サクッと、ミートを D にして、パワーを持ってくるだけ持ってくか。 B だな。よし。あとはそっか、最終的には球界の頭脳も欲しいけど、まあ、初戦は大丈夫でしょう。キャッチャー20丸さえあれば。先発後で見てみようかな。お待たせいたしました。うちの先発古谷か。あ、これで1本。あー、ちょっとずれたか。真田はね、めっちゃ打ちやすいっすね、自分の中では。横しかないんで、変化球が。お、古谷完投したね。ミッシーナはね、フォーク持ってるからちょっと厄介なんですよね。コッツが来てるね。ライチ、まあ、悪くない。さて、ここから。あー、メンタルライチは美味しいね。メンタルライチでいきますか。てかこれ筋力めっちゃ余んな。筋力が余るっていうか技術が足りないな。そろそろちょっと球体の頭脳は取っておきましょうかね。よし、これで鳴宮と勝負だ。球界の頭脳を持ってるくせに能力はめちゃくちゃしょぼいですからね。守備とか確かゲーさって入れられてるし。おい、球界の頭脳、おーらどうした。球界の頭脳、おーら、あれ、マジかよ。めっちゃ失点してんな。向こうもめっちゃ失点してるから。えっどうかよ。完全に外れたボール、はっきりしたボール。444ってすごいよな。こいつも投げました。変化球だけ見ると
めっちゃ優秀だよね。142の CC の444だよ。第5球投げた。うわ全力ストレートだ。最後の最後で回ってきた。てか全然打ててねえし、ふざけんな松田くん。大地が一番最初に走ってきたな。よっぽど嬉しかったんだろうな。まあ、とりあえず甲子園は出場して、あここでただのちゃんが来てるけどどうしようかな。30のだから、いやこれはただのかな。もうこれでほぼほぼずっと練習できるかな。どうしようかね。62の17、79、36の44。技術かな、足りないかな、どうしようかな。守備にしとくか。パワー A 持っていければだいぶホームラン打ちやすくなるかな。あと特能で取っておきたいものとかってあったっけ。あチャンスね、チャンスもねあった方が打ちやすくなるからもう取っちゃおう。直取りして、あと1球2球も取っとくか。やっぱり技術がねえな。ブロックとかはいいやつだなって。よしこれでいこう。ところで対戦相手はどっち。マチェットの鉄砲塚の方がね打ちやすいんですよね。石壁か。周遊だっけ。追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー1塁を打ちました。初球打ち1、2塁間のゴロアウト。やばい負けるぞ。精度を追う展開で迎える4回です。ノーアウトそれは許されん。打ったこれはいいよ。精度をリードで迎える6回です。先ほどツーランホームランを放っているクルーノ。周遊はねスプリット第2球ちょっと打ちづらいんですよね。投げた打った強い当たり。ライト3失点してるか。でもまあ、あ、そうやってしまった。初球引っ張った。まあ、いっか。これでいくつだ。50くらいは入ってほしいけど。50か。で、次どこに当たるかだよな。うわー、何にもない。何にもないけど、どうしようかな。スカウト評価を上げておくか。39。どうしようかな。筋力にすっか。黒金か。よしよしよし。で、何かあげられるかな。パワーは持ってけないしな。技術全く足らんしな。総力 C くらいにする。よし、もう適当だよね。まあ、能力はねはっきり言って適当っす。とりあえず打撃を中心に上げてホームラン打てる力を持ってければ。おお、めっちゃ打ちにしてんな。リードで迎える1回です。ワンアウトランナーなしという場面が来るの。おお、際どいね。さあ次の投球。あ、しまった。危ない危ない危ない。第3球膝元、スライダーは外れても直球を投げてこないけど、ワンストライクです。サインだなって。いったー。あんまり早めに降板してもらいたくないけど、結構点を取られるな今回。ノーアウトランナー2塁という場面でフルの。かライチ君が塁に出てるね。第2球投げた。きたいった。よし、これで2本目と。おお、まだ投げてるか。頑張ってるね。ワンアウトランナー1塁という場面でクルーノ、今日3打点を挙げています。投げた。あー、これはあーちょっと危なかったな。一瞬悩んだ。ボールかなって思ったけど、これゼニガタ君めっちゃ頑張ってんじゃん。という場面でクルーノ、今日5打点を挙げています。第2球リリーフにいいのいないの。高めの変化球はボール。ここのチームはカウントワンボールワンストライク。投げました。ボール。カウントはツーボールワンストライク。
さあ4球目こりゃあどうだまあいいか聖堂ちょっと待って聖堂おおのりくんが出てたね最後締めたかよしよしよしこれでちょっと回復して練習できるっしょいいね最後来た肩か打撃か40、54、64さあこちら最後に技術を稼いでそしてね最終戦もね円卓っていうところがいいっすよねもう虹谷よりは絶対アーサーの方が打ちやすいんでちょっと C に上げとこう君とは勝ったなんとなく F にしとくあとなんか欲しいのあちょっとでも取っとくか意外性も取っとくどうせだしあんまり逆境にならないと思うけどちょっと逆境取っとくかさてこれで臨みましょうちょっと失投かよ第2球投げましたこれはボールカウント1ボール1ストライク第3球を投げましたあーいかねえかライトへ上がった掴みましたおーめった打ちにしたなリードで迎える3回ですツーアウトランナー1塁という場面クルノあいつ走るのかライトフライに倒れていますちょっとこれですアーサーの方が打ちやすいとか全然打ててねえしワンアウトランナー一塁二塁というバッターの力聖堂ダメ押しのチャンスを迎えましたワンアウトランナー一塁二塁という場面入ってくるかあのシュートは投球これから2球目やばいな1本も打てないぞこれ第3球を投げました外れたボールカウント1ボール2ストライク次が4球目投げましたボールカウント2ボール2ストライク緊張するねこういうのは次が5球目投げたあしまった危ない危ない危ないなんとか食らいついて投げた打った宇宙間への取りました2アウトランナーちょっと最後の最後だけ美味しいところ持ってっかってかランスに変わってんだもんランスはねめっちゃ打ちづらいんですよね逆にインローボールカウントは2ボールノーストライク投げたまっすぐ見えてか投げた打ちました掴みましたツーアウトおお最後の最後聖堂てかこれだけ打ってていないのもひどいよなワンアウトランナー一塁二塁という場面でクルノ今日はここまで5打数ノーヒット第2球これは入ってくる入ってくるかストライクバッター追い込まれました第3球見送ってボールカウント1ボール2ストライク投げましたあースクリュー空振り三振負けた最後がめちゃくちゃしょぼかったな評価下がるんかん最後だけ見せ場を作れずに終わったな2位かむしろこれだったら最後なかった方が良かったよねどうか監督って何の教師だっけ国語の教師でしたっけ怖いよなちょっと授業は優しいのかな5068か、まあ、能力アップは適当にいきましょうこの辺をキュキュキュッと上げつつもうこれでいいや結構特能が盛りだくさんになったなまあ別にパワチャリには登録しないですはいということで一応ハイスコアは 13,726 ですね5500くらい取ったのかなでそうすると5500の5500でまあ1万ちょいになってみたいなだから6000ね取れるとねだいぶ違うと思うんですよねただまあ製造で6000取るっていうのは本当にデッキに恵まれてないと、いけないと思うので
まあ、6000取れればね本当に上位に組み込めると思います。だから6000取れれば、6000取ってプラス 50% あれば、まあ、6000、6000の1万2000でそこで、50% 足されて、3000だから1万5000ですよね。それで1万5000いくんで、まあ、総経験点ですよね。やっぱり総経験点6000いけるかどうかっていうのが、まあ、本当に上位に組み込めるかどうかの一つのポイントだと思います。今確かね1位の人がね1万8000だったんで、そうするといくつくらい取ったの、まあ、ちょっとこれは多分ね逆算すればできると思うんで、まず得意練習の6種ボーナス絶対 100% はないともうちょっと話にならないので、まあ、あと特攻キャラで、まあ、多分これもね 50% 超えないと厳しいと思うんですよね。であとはもう総得点でどれだけ取れるかといったところになりますので、まあ、多分自分はこの1万3000が限界になるかなと思います。というところで、多分聖堂のサクセスチャレンジは今回で終了になると思いますので、また次回からは、まあ、通常のサクセスの方とガチャをやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。